はい、ですね、これです。これ、バニラホットケーキね、こうリーガロイヤルのね、リーガロイヤルのパ、ホットケーキ。これがね、なかなかいいんですよ。これちょっと、これ4枚入りなんですけど、これ僕2つ買って、前回2枚使っちゃったんで、中途半端なやつ、残りのやつ今日やります。これまだ開けてないやつね。ほらほら。これ2枚重なってて、それが2つあるんですよ。こことここね。はい。で、これ、前に2枚食べちゃったんで、残り2枚。こんな風に入ってます。こんな風にね。これガチガチの冷凍のままでできますからね。冷凍のままで皿のっけて、でメープルシロップとバターもついてます。でこれすごい簡単でね、はい、冷凍のまま調理する方法は500-600W で1分20秒ね。2枚の場合ね。これほなやります。これ冷凍のまま解凍するのがいいですね。解凍してから調理してもいいんですけど、まあ大体冷凍のままで保存しておくんでね。冷凍していたらどのぐらいでも持つんでね。1分20秒、600W で1分20秒じゃあやります。はい、レンジ、はい、レンジ出力600W で600W で1分20秒はい、スタート。はい、これで できます。こう簡単ですよね。簡単です。バニラホットケーキね、おやつとかで常にこう冷凍庫入れといたらいつでも食べれるんですよ。1分20秒でできるんでね。キウイも買ったよ。キウイも買った。これ、うん、これキウイも買ったよ。あ、本当だ、キウイも買ったね。リボンもあるよ。うん、うん、これメープルシロップとバターね。メープルシロップはだいたい固まらないですわ。バターはちょっと固まるけどね、冷凍しておいたらね。バターまあ固まるけどすぐ溶けますわ。開けてもう半分ね、こうやっておくんですよ。ほら、これとこっちね、はい。言うてる間にほらもう6、5、4、3、2、1、はい、できました。ほらすごい楽でしょ。でこれバニラの匂いがね、バニラのいい匂いがするんですよ。こう乗っけて、でとかすんですね。であれですね、ほんでバターが凍っててなかなか溶けない場合はこれでさらに10秒ぐらいやってもいいかもしれない。我が娘はちょっとハイテンションです。だからアンパンマンのギター持つとね、ちょっとハイテンションになるんですよ。はい、10秒温めたらちょっと、あ、ほらほらだいぶ溶けてきた。じゃあママは、ん、
もう10秒ぐらいやりましょうか。あのアンパンマンのギター持つとね、我が娘はねすごいノリノリなるんですよ。あれでも多分僕の真似ですね。あれね、僕いつもあれに近いことやってるんでね。やってるかな。やってるな。あのエレーナのそのやってるやつ、ちょっと僕あのここをクリックしたらね、その DVD 紹介してるんでね。エレーナのね、あの DVD なかなかいいですよ。プリンセスエレーナ。溶けた。はい、溶けた。じゃあ次は。いや、このメープルシロップね。このメープルシロップ。はい、こうドラーって、はい、ドワー。これで出来上がりですわ。これで出来上がりで、で、これで出来上がりですわ。で、これ僕今からこれ切るんですよ。あの我が娘ちょっとあの切らないと怒るんでね。一口サイズに切ってくれ言われるんでね。これおやつにちょうどいいですよね。このあの冷凍しておけるのがいいんですよ。で解凍もね1分30秒でできるんでね。でその中にあのメープルシロップとマーガリンも入ってるから、もう本当にこれだけでねおやつになるんですよ。たまにねおやつないとね不機嫌になるんでね、いざという時のためのねおやつにね。これでできた。
はい、こんな風にちょっと一口サイズに切っていつも、はい、あ、それでやるか、はい、はいはい。おいしい人、はい、はい、おいしそうです。はい、おいしい人、はい、はい、子供正直ですからね。おいしくなかったらおいしくないってポイってどっかに向きますからね。じゃあパパも食べてみます。これ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 、うん、おいしい人、うんね、はい、あの優しい甘さですね。というわけでこのリーガロイヤルのね、このバニラホットケーキ、すごいバニラのね香りが漂います。冷凍しておけるのがいいですね。何度も言うけど、あと2枚ずつにね包装されてるのもいいですね。よかったら参考にしてみてください。以上です。